おはようございます。おはようございます。今日はミッションヒルズ3日目です。今日回るコースは、アーノルド・パーマー設計のパーマーコースです。まあ、このコースは、トーナメントコースはもちろん QT に使われるんですが、各年で、ピート・ダイとアーノルド・パーマーを交互に、使用されるので、モエカ選手、各ホールの、攻め方とか感想だとかコメントを各ホール入れていたもらえると、今後 QT を受ける人にとって、役立つんじゃないかと思うんで、よろしくお願いします。はい、頑張ります。で、モエカ選手、今までロサンゼルス、まあ、ここも含めて、イーブンパーで回ってますんで、今日もアンダーで回れるように頑張ってください。はい、頑張ります。はい、よいしょ、ど真ん中165、1番ホール、セカンドショット見事にドライバー真ん中でした。165ヤード残り6ユーです。ナイスショー、すじってるよ。おお、ナイスショー。わあ、近い。ナイスショー。ありがとうございます。1番ホール、ナイスオンでバーディーパットです。チョイスラ、あ、ま、打ってない、打ってない。お先します。うん、ナイスパー。あかんな、1番ホール、うん、2番ホールパー4です。右ドッグレッグ、第1打目の狙い目は、左バンカー、右バンカーのちょうど真ん中です。うん、ナイスショー、ナイスフェイド。ありがとうございます。ドライバー調子いいね。ドライバーいい感じ。2番ホールパー4、1打目はナイスショットでナイスフェードで真ん中でした。このホール長いパー4で残り200ヤードあります。5番ウッドです。フェード、かからない。バンカー入った。はい、モエカ選手、第3打目バンカーに入れてしまいました。寄せることができるか。バイト、ちょいオーバーでもナイスショット。そのモエカ選手、パーセーブなるか。ナイスサンドセーブにしてください。ナイスパー、ナイスセーブ。3番ホールパー5です。狙い目としてはフェアウェイ真ん中ですが、モエカ選手フェードヒッターなので、ちょっとユーカリの木が気になっております。うん、ナイスショー。ギリやな、これ。ここは立ちにくいな、これ。なんかちょっとモエカにとっては。フェードヒッターの人やばい。うん。まあ、ちょっと右ドッグになってるんで、こっからはフェードヒッターにとってはいいんじゃないかと。ティーショットはちょっと大変だったけど。うん、よいしょ。
大丈夫。はい、しょ。はい。萌香選手、パー5の3打目です。88ヤードを46度で打ちます。ここはビタッと寄せて、バーディーを取りたいところ。ナイスショー。約5メートル下りのスライスライン、バーディーパットです。惜しい。まあ今日もなんかグリーンスピード遅いね。入ったと思った。うん。4番ホールパー3です。ちょっと池が絡んでるパー3です。ピンの右から攻めてってください。フェードがいまいちかかりませんでしたが、ナイスオンです。萌香選手ナイスオンでしたが、上りの約8メートルフックです。フックラインです。ちょっと打ち切れてないね。はい、ナイスパー。はい。5番ホールパー4です。ちょっと長めのパー4、これを狙い目真ん中です。バンカーとバンカーの間。全然見えなかった今。バンカーとバンカーの間。真ん中。ナイスショット。5番ホールパー4。見事フェードで真ん中でした。170ヤード残り、セカンドショット U6 です。ちょっと右。ピンチ。変なとこ。ピンチ。右に外してしまいました。バンカーに入らなかったけど、ライが良くなさそうです。萌香選手、右に外してしまいました。ここはなんとかパーを取りたいところです。約10ヤードの寄せになります。うん、ちょっと左。違う思った。違う方向。ショート。左です。うん、ナイスセーブ。ナイスパー。6番ホール、パー5です。フェードヒッターの萌香選手にとってはちょっとやりにくいホールですが、左に、直角90度の左ドッグ。なんで、なるべくフェアウェイの左側に、ボールを置いた方がピンに近くなります。ショートカットができます。まあとりあえず真ん中で全然問題ありません。フェアウェイ真ん中。ここドロー。フェードやん。あるある。全然ドローかかってないじゃん。はい、ダメでした。パー5、2打目です。ちょい左目の方が
3打目のアングルが。うんでしょ、もうちょっと左の方が良かったんだけどね。まあ体勢に影響はなし。残り7、80ヤード、はい、パー5第3打目、残り47ヤードを60度で打ちます。ここはビタッとつけて今日初バーディーを狙いたいところです。軽く打ちました。うん、ナイスショー、バーディーチャンス、はい、さあ1メートル50センチ、バーディーチャンスにつけております。チョイスラかな、うん、曲がれ。ここはバーディーを取りたいところ。ナイスバーディー、今日初バーディー1アンダーです。